こんにちは、ハーモナイズの直美です。最初の曲は、僕は日ごとに君が好きになったけど、あなたは日ごとに私の夢を叶えてくれるねっていう、そういうとても幸せな歌ですね。Day by Day。大きな時計。
カだったっけ、イギリスか、イギリスにね、まだもう、その時計があのホテルに残ってるんだそうですよ。それで亡くなった時間差したまま止まってるんですって。11時5分です。11時5分だそうです。はい、次はですね、またあのジャズっぽいところに戻ってきます。シャレードです。まあ、あのオードリー・ヘプバーンの主演 のサスペンス映画ですけどね、シャレードサスペンス映画なのでちょっと怪しく、ジャズワルツの形でお届けしますが、ワルツが、途中でちょっとリズムが変わったりします。そんなところをお聴きください。シャレードです。Thank you.
ありますよね。あのデイブ・グルーベックというの、テイク5です、はい、そうちょっと時間をしてるんですよね、はい、それでは、最後の曲に行きましょう、まあ、これはもうあの映画音楽でとても有名ですね、さっき言った、オーディー・ヘップバーンがこれも主演してますね。 T5 で朝食のテーマソング、ムーン・リバーを